皆さんどうも、さやかよ。先日、223系2500番台の AT417-2500H編成が、吹田工場でのリニューアルを終えて出場し、運用に復帰したので軽く変更点などをご紹介していくわよ。AT417 編成といえば、今は貴重になった LED 運搬表示器を搭載する、2500番台のトップナンバー編成だったわよね。しかし、今回の更新で自慢の LED 運搬表示器は撤去され、一見、他の223系と見分けがつきにくくなってしまったわ。これで LED 運搬表示器を搭載している。残る編成は AT418 編成たった1本になってしまったのよね。では、AT417 編成の話に戻るわよ。車内はこんな感じ。最近の JR 西日本のリニューアル車両によく見られる。床や照明が全く変わっていない。いわゆる簡易更新タイプね。手すりなどは黄色くなっているけど、この通り、照明や床は何も変わっていません。旅客案内装置は LED スクロールのままね。AT417 編成、最近営業運転に復帰して、いろいろな運用に入ってるから、機会があったら、ぜひ乗ってみてね。最後に、この編成、一つ問題点があるんだけど。停車するときのキュルキュル音どうにかならないのかしら。更新したばっかりなのに、早くも壊れそうで怖いんだけど。ちょ、なんで止まってんのお前。ATM くん、そんなに驚いてどうしたの？なんで遥かが三国ヶ丘に止まってるの？いや、あそこにいる換気のパンタグラフにビニール付着したのかよ。振り返ったら、列車を止めてる元凶がいたんだけど。まあ、この通りの強風だし、何かが飛んできても仕方ないよね。まあ、今安全確認してるらしいし、すぐ動きそうだな。安全確認が終わって換気が出発していったね。ようやくはるかも運転再開みたいだね。それにしても、三国ヶ丘に止まる特急はるか、なかなか貴重なものが見られたね。